アラビア文字。アラビア文字は、アラビア語をはじめ、世界中のイスラム文化圏に属する諸言語を記述するのに使われる文字。ラテン文字、漢字に次いで、世界で3番目に使用者数が多い文字体系である。文字体系の類型としては、アブジャドに属する。手書きでも、活字でも必ず右から左に横書きし、原則として文字と文字を、 漢字の総書やラテン文字の筆記体のように続け書きにする。また、基本的にシーを表す文字からなっており、単母音を文字によって表さない。ただし、初学者の学習のためや、外来語の表記などの用途のために、補助的にシャクルと呼ばれる母音を表す記号も用いる。アラビア語に存在する三種の長母音、アー、ウー、イー、アー、ウー、イーは、それぞれ、無音化。 ア行を表すアリフ、アリーフ、W、和行を表すアーウ、ボーブ、J、ヤ行を表すヤー、ヤーを使って表す。なお、と言語の固有名詞をアラビア文字で表記するとき、母音は極力長母音を使って表記する傾向がある。こうした転写などの記述法については、アラビア文字化を参照。アラビア語に用いられるアラビア文字は、ハムザ、 を除いて二十八文字であるが、ペルシア語など、アラビア語以外の言語では、アラビア語にないシ音 P、CH、ZH、G などを表すため、点や棒を付加したりした文字を二十八文字に付け加えて用いる。アラビア文字の起源は、アラム文字である。起源前三世紀から起源後三世紀頃までに、勢力を持ったペトラを中心とする、アラブ系のナバタイ人が使用した。 アラム文字の一派、ナバテア文字を直接の起源としている。当時のナバテア文字は、他の地域のアラム文字と同様に文字同士を連結して、続け、下記する特徴があった。ナバタイ人の活動範囲は、シリア北部からイエメン方面まで広域に及び、4世紀頃から、ヒジャーズ、公海東岸地方を中心に、他のアラブ人にも用いられ始めた。当初、ナバタイ人や、 他のアラブ人たちはこの文字をアラム語でのみ筆記して使用していたが、次第に自らの母語であるアラビア語も表記するようになった。ただ、アラビア語はアラム語よりもシーンが多く、さらに最初期のアラビア文字はいくつかの文字で本来異なる文字同士が同じ字型で表記されるという致命的な欠点を持っていた。この問題と続け書き表記のゆえに、 文字を区別するために点が加えられたり、続け書きをしない文字が決められ、イスラム教の生まれた7世紀には、おおよその形が出来上がっていた。ただし、点の使用は当初は、非公式なものとされていたらしく、最初期のクルアーンでは点による文字の区別は排除されていた。後に、クルアーンを正確に読む、必要性からクルアーンにも点が採用されるようになり、 さらに母音を表す記号も発明された。現在では点は聖書法の一部となっているが、母音記号は日常的な文書では原則として用いられない。イスラム教不教語のアラビア文字は神、アラーフの発した言葉の記録であるクルアーン、コーランや宗教文献の表記に使われたため、イスラム教に改修した非アラブ民族にも神の教えに近い字と認識され、 ペルシア語をはじめとする多くの言語の表記にも用いられるようになった。中には近代にヨーロッパ文化の影響を受けて文章語が生まれた時にあえてアラビア文字による聖書法が選ばれた言語もある。なお、フィリップ・ケイヒッティ教授、レバロン出身はアラビア文字は世界でラテン文字の次に広く使われている文字であるとアラブの歴史、上、 著地九1937年発行の中で述べた。そして、使用言語として、ペルシャ語、アフガン語、ウルドゥ語、トルコ語、ベルベル語、マレー語を挙げた。バイキングの墓から見つかる、死傷族にアラビア文字が織り込まれていたことを、スウェーデンの研究者が発見した。これらの衣服は百年以上前に見つかったものだが、バイキング時代の典型的な死傷族として片付けられ、 そのまま保管されていた。ラーソン氏によると、死傷族に織り込まれた細かい幾何学模様は、北欧では見たことがないものだったという。これらはバイキングが独自に編み出した模様ではなく、クーフィー一体という古い書体のアラビア文字だった。研究者は文字を拡大し、裏側からも含め、あらゆる角度から見てみた。頻繁に見つかったのは、イスラムの第四代カリフの名前、アリと。 アラビア語で神を表す、アラーという単語だった。現在、表記にアラビア文字を使う言語は、アラビア語、ペルシア語、ダリー語、クルド語、パシュト語、バローチ語、アゼルバイジャン語、主にイラン領で、シンド語、ウルドゥー語、カシメイル語、パンジャブ語、主にパキスタン領で、ウイグル語、カザフ語、主に中国領で、キルギス語、主に中国領で、 ベルベル語、マレー語、主にブルネー、そしてマレーシアやインドネシアでは、ムスリム向けのメディアや宗教関係、主にフィリピンのモロ族、ジャウィ語などである。表記がアラビア文字からラテン文字に変更された言語は、トルコ語、マレー語、インドネシア語、スワヒリ語などがある。 これらの言語で文字改革が行われた理由は日常生活からのアラビア文字の排除による脱イスラム化、西欧化を狙うといった動機によるほか、簡略な表記体系による識字率の向上を図り、さらに母音を表記しやすくなるという論理を掲げたともある。しかし、アラビア文字を完了して母音表記を徹底し、簡略な表記体系を作り上げることに成功した事例もあるため、 実際は、言語学的な事実よりも、ヨーロッパイコール進歩的という観念に基づいた発想によって、アラビア文字が敬遠された面が大きい。これらの言語でも、ラテン文字化へとすんなり舵を切ったわけではなく、アラビア文字を改良して、次言語に完全適用した文字体系にすることで効率の良い表記を達成しようとしたグループも存在した。マレーインドネシア語、スワヒリ語など、 多くの言語では政府公用の表記法がラテン文字に変わっただけで民間や宗教関係ではアラビア文字も継続して使用されたし私的な教授や伝承使用については特に弾圧も受けなかった。またマレーシアではマレー語のアラビア文字表記もラテン文字表記に一歩譲るものの学校で第二聖書法として教授されている。しかしトルコの実はアラビア文字による 出版物を禁止することで、アラビア文字の使用そのものを断ち切る形で、ラテン文字化を遂行した。現在でも、トルコでは、この時定められたトルコ語表記用のラテン文字29文字以外の文字を用いた出版物を禁止しており、アラビア文字によるトルコ語表記のみならず、クルド語への弾圧の道具にもなっている。チェチェン語、タタール語、カザフ語、キルギス語、 トルクメン語、ウイグル語、ウズベク語、タジク語、ドンガン語などの旧ソ連内のムスリム、イスラム教徒の諸民族の言語の表記には、ロシアへの地直後に一時ラテン文字化が試みられたが、スターリンの粛清が始まると、ロシア語に習ったキリル文字に改められた。なお、当初はラテン文字ではなく、ロシア連邦内のムスリムの間では、アラビア文字を改良して用いるべきという案を唱える。 知識人も多かった。現在でも公式の文字表記はラテン文字やキリル文字であってもアラビア文字も民間や宗教関係で使用され続けている。アゼルバイジャン語、トルクメン語、ウズベク語、タタール語などはソ連崩壊後、さらにラテン文字への再切り替えが進められている。また中国のウイグル語等のムスリムたち少数民族の言語はかつてはソ連の影響で キリル文字化が図られ、中祖国境紛争後はさらに、ソ連との違いを明らかにするためにピンイン風のラテン文字聖書法を行われたが、1980年代の民族政策の転換により、アラビア文字が復活された。なお、現在のウイグル語で用いるアラビア文字はアリフ、ワーウなどに点を付加した文字を用い、八つある母音のすべてを書き分ける独特なものである。また、 中国に住んでいる、中国語、漢語を話す、ムスリム、海民、現在の海賊は、アラビア文字で交互体の漢語を書き記すことがあった。このアラビア文字表記の漢語を小二行、小二金ともと言い、クルアーンなどの経典の注釈に使われて印刷もされたほか、手紙や日記などの個人的用途に使われた。現在でも海賊が、集中的に居住するや宿では、小二金が、 部分的に使われているという。また、旧ソ連に移住した海民はドンガン人と呼ばれるようになるが、ドンガン語と呼ばれる彼らの話す漢語の一種もかつてはアラビア文字で書かれていた。また、中国国内のドンシャン族とサラール族もアラビア文字による次元語表記を行っている。スペイン語も主に国内のイスラム教徒の間においてアラビア文字で書かれたことがある。 アラビア文字はもともとシーンのみで語根が決まる、セム系言語のために作られた文字であった。同じセム系文字を起源とするヨーロッパのアルファベットが、文字の転用により、母音をすべて書き分ける向きに向かったのに対し、アラビア文字は、そのような発展をしなかった。セム系言語に限れば、文脈で母音の読み方はほぼ決定するため、アラビア文字は、合理的な文字と言える。しかし、セム系言語とは、 全く違った言語的特徴を有するペルシア語、ヒンドゥスターニー語、トルコ語、オスマン語、マレー語などに導入された際はこの特徴が逆に不便と考えられることがい,い。実際にはこれらの言語でもアラビア文字の改良は主として死因の追加、転用にとどまり母音の完全な表記へと進むことは少なかった。母音の完全表記に至ったのはウイグル語やクレド語等である。 アラビア文字は太陽文字と月文字の2種類に分かれる。アラビア語で低冠詞のあるマイナスの L の音が後の文字と逆行動化して調子音となる文字を言う。具体的には L と調音点が同じ、または近接である絶調音、四音、歯ぐ音、交部死形音を表す文字である。太陽を意味するシャムズ、シャムスの古刀の文字が含まれるため、 太陽文字、ハーフシャンシア、フルーフシャムシアと呼ばれる。例えば、に定冠詞がついた場合、アッシュシャムズ、アイコール、シャムスとなり、アルイコール、シャムスとは発音しない。すなわち、アラビア語の定冠詞であるの直後に、太陽文字が来る場合には定冠し、あると発音するのではなく、太陽文字が二つ重なって発音される。具体的には、が、太陽文字である。 定冠詞の L の音が同化しない文字、つまり多様文字以外をガツ文字という、ガツを意味するコマール、カマルの語道の文字が含まれるため、ガツ文字、ハーフコマーやフルーフカマリーヤと呼ばれる。に定冠詞がついた場合、ある、コマール、あるイコール、カマルとなる。さきのあるイコール、カマルのように、定冠詞の直後にガツ文字が来る場合には、定冠詞は、 あると発音する。また、具体的には、が、ガツ文字である。アラビア文字の基本字母28字は、以下の通り、表中の当字、中字が存在しない文字は、五等では、単独型で、五中では、直前の文字が中字を持った文字なら、お字でつなげ、直前の文字が中字を持たない文字なら、単独型で書かれる。アリーフは、 固有の音価を持たず、基本的に、といった形で用いられる。アリーフで始まる語彙の前に、定冠し、あるがつく場合などでも、用いられる。なお、そのように、a, i, u の音価を用いるごとの、アリーフの直前に、ラム、l が来て、語字になった場合、当然のことながら、その音価は、la ではなく、l, a, l, i, l, u のいずれかになる、例、イスラム、ある、あるイスラム、LA という音化表現は、あくまでもそういった特殊な場合を除く、語中、語末で、他の文字に後続して、長母音 RA を形成するという予報での、アリーフの直前に、ラム、L が来て、合字になった場合のものである。ハムザは、子音の一種である、正門破裂音を表す、文字、 記号であるフェニキア文字、アラム文字に橋を発するセム系言語の文字においては、通常この正門破裂音は、最初の文字、例えば、ヘブライ文字におけるアレフなどが担うものだが、それに相当するアラビア文字のアリーフは、必ずしもその役割、用途で用いられてこなかったため、それを補うべく、エインから派生させる形で、新たに生み出された正門破裂音。 のための専用文字、記号が、このハムザである。単独で、書かれることは少なく、基本的に、アリーフ、ラム、L、との合字である、の場合も、や、J、ボーブ、W、いずれかの、ダイヤ座を必要とする。なお、や、J、が、ハムザの大字になる場合、二つの下点は省かれる。使用規則は、以下の通り、まとめると、 以下のようになる。視認性を高めるため、かなり大きめに表示していることを了解してもらいたい。なお、ハムザが、大事を用いずに単独形で書かれるのは、基本的に5末であり、ダイヤ座選択のための先行母音がない死因終わりの場合や、直前に、大事と同じ、アリーフや、J、ボーブ、W、いずれかのジボが来ることになる、長母音終わりの場合など、 大事を用いるのが不適当な場合に限られる。これら記号の多くは、通常の表記においては省かれ、主に教育、解説用のテキストでのみ用いられる。母音記号、アリフ、シーン関連、なお、バラとアリーフコニアリアは、キーボードから直接入力できない。ちなみに、イスラム教の神である、アラー、アル、ラーフのアラビア文字表記は、であり、シャデの上に、 斜めの短い線が書かれているが、これも特殊な形ではあるが、小アリフ、短剣アリーフの一種である。キーボードでは、アラビア文字で、ラム、ラム、ヘクタールを入力すると、自動的にこの記号付き表記に変換される。現在使われている文字の順序では字型の似たものを一箇所にまとめているが、これとは異なり、アブジャド順というフェニキア文字以来の伝統的な、 文字順序も存在する。地域によって違いがあるが、最も一般的に行われている順序は以下の通りである、右から左に進む。アラビア文字を数字として使う時にもこの順序が使われる。八つに分割して適当な母音を補いのように唱える。アラビア文字の母音表現は日本語話者にはわかりづらいので、基本事項をここに突起しておく。 アラビア語の母音は、基本的にや、A、い、あ U、う、の3つ、および、それを超音化したものと、組み合わせた二重母音のみである。アラビア文字の母音表現に用いられるのは、アリーフ、や、ジェボーブ、W、の3文字、および上述した各種の記号のみである。記号の大部分は、通常の表記では省かれる。単母音は、五等の、 アリーフか、他の真字に母音記号を付加することで表現できる。母音記号は通常の表記では省かれる。なお、語中、語末のアリーフにはそのような汎用性はないので注意してもらいたい。語中、語末のアリーフは他の文字に後続して、長母音アー A を形成するか、A の音化を構続もしくは先行させる。ハムザの大事になる。 といった用途にのみ用いられる。もし、外来語表記などで、語中、語末の、死因がつかない単独母音、要するに、語中、語末の、あ行の音を表現したければ、上述した、ハムザの項目で示されているような規則に従って、アリーフ、や、J、ボーブ、W、いずれかの大事を伴った、ハムザ、声門破裂音付き表記で、音か、ア、アイ、ユー、として、 それを表すか、エイン、優勢因等摩擦音を用いて、あ、あい、ゆう、として表すか、いずれかの方法がある。ちなみに、ハムザの項目で上述したように、ハムザが、こ頭のアリーフにつき、あ、あい、ゆう、といった発音を形成する場合に限り、ハムザの記号は、母音記号と連動する格好で、アリーフの上についたり、下についたりする。 また、死因重複記号である、シャギが書かれる場合、母音記号は、ジボではなく、この記号の上下に書かれる。長母音は、上記の単母音に、それぞれ、アリーフ、A、や、J、ボーブ、W、を後続させることで、表現される。母音記号は、通常の表記では省かれる。なお、全項の記号類の項目でも書いてあるように、A の音化を持った。 ハムザ付きアリフにアリフが後続し、アという長母音になる場合に限り、ハムザ付きアリフ専用の超音符であるマッタが用いられる。二重母音も同じくタンボインア、A、ニ、や、J、ボーブ、W を後続させることで表現される。母音記号は通常の表記では省かれる。アラビア文字は、 アラビア語以外の言語でも用いられている。現在アラビア文字を用いている言語は、等である。これらの言語には、アラビア語にはない発音もあるため、それらを表現するために、いくつかの字母、記号が追加されている。歴史的には、トルコ語、中央アジアのチュルク系諸語や、マレー語、ジャウィ文字、スワヒリ語等、イスラム圏全域の諸言語でもアラビア文字が、使用されていた。 Windows におけるアラビア語キーボードのキー配列。アラビア文字のために以下のような文字コードが存在する。ユニコードでは以下のブロックを定義している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。